15年前、父上は猫に化け消えた。何なんだよ一体。ただの猫だ。猫は魔物か父上か、それともただの野良猫か。落第忍者と貫禄きらめくデブ猫の珍道中が今始まる。父上は？にゃあ？え？猫侍のスタッフが新たに放つ笑いと癒しの忍者活劇。バカバカしい。映画猫人、5月20日全国ロードショー。父上、こんなところでの足止め申し訳ござらん。拙者世を忍んで猫飼ってます。映画版ならではの迫力ある忍者アクションを楽しんでいただけたらなと思います。映画猫人、5月20日全国ロードショー。